ジョージ・ブールは、イギリスの数学者、哲学者。多くの仕事があるが、今日のコンピュータ科学の分野の基礎的な理論の一つである、ブール台数が現代では広く知られている。ジョージ・ブールの父であるジョンは、零細の自営業者であり、教育熱心でもあり、学問、特に数学にも、関心を持っていた。息子に最初に教育を行ったのも父である。父を教師にして、 ラテン語やギリシア語を学んだ。ジョージは幼少の頃は数学ではなく古典に興味があった。16歳の時にドンカスターにある私立学校のアシスタント教師になり学者として自活するようになった。数学は独学であった。その後、リンカーン、ワディントンなどを経て1849年にアイルランドのコ区クにある クイーンズ・カレッジの数学教授となり、1855年にはメアリー・エベレストと結婚した。メアリーは後に、オット・ブールの理論についていくつかの教育的に有用な仕事をしている。ブールは難解な数学の機関紙をはじめ、3つから4つの出版物に執筆を行っている。早期に寄稿したものとしては1839年に、 ケンブリッジ数学誌での解析変換の法則があり、これは同誌で編集人をしていた D.F. グレコリーとの交流につながり、これは1864年の彼の誌まで続いた。ブールの研究論文と気候誌については、双方が論理学並びに数学に関して執筆されたものであるが、王立協会発行の科学研究論文の目録、 また、アイザック・トド・ハンター編集の微分方程式に関する分冊にその多くが記載されている。ケンブリッジ数学誌は成功し、ケンブリッジ並びにダブリンの数学誌においてブールは22に及ぶ機構を行った。また、哲学雑誌の第3と第4シリーズでも16の機構が見つかっている。王立協会では、哲学の解放に関する六の重要な研究論文を 発行、さらに少数の研究論文が、エディンバラ王立協会並びに、アイルランド王立アカデミーの解放、1862年のサンクトペテルブルクアカデミーの報告、クレレ氏で発見されている。これらのリストは論理に関する数学的基礎についてのもので、1848年のメカニクスマガジンで出版されたものである。このように、 ブールは50もの記事を書き散らすとともに、いくつかの出版物を出している。数学に関する理路整然とした2つの論文は、ブール存命中に書き上げられている。微分方程式に関する、よく知られた論文は1859年に書かれ、翌1860年には、差分法に関する論文が、前のものの続編として役に立つように計画された。これらの貢献は、 数学の問題の重要な一分野として価値のある機構で、ブールはこれらを構成し、改善の余地がある厳しい方法で哲学の命題について深い研究を行い、基本解明として結合させた。これにより、より重要な発見がなされ、分野の範囲が広がった。微分方程式の論文の十六と十七章においては、例えば一般的な記号演算の明快な説明は、 ブールの主要な発見から導出された大胆で熟練した仕事から、また記号演算の解析については、元は1844年にフィロソフィカル、トランザクションズに掲載された著名な研究論文による。ブールは記号の操作は計算の明白な要素として取り扱うことができ、その数量から切り離すことができると理解した最も顕著な者の,の一人である。彼の 主な特徴は、優先される法律や立場、またしばしば匹敵するもののない、結果から描いた能力と力、などと調和する記号の扱いにより、結果として完璧な信用を得ることだった。裁判年のブールは、休暇の一部を使って、王立教会と大英博物館の蔵書に貢献した。そして残りの時間を、微分方程式に関する論文を諸般より完璧に、するため、 改訂版の執筆拡充を目指した。だが、この改訂版は完成することはなかった。ブールの死後、トドハンターは未完成のブールの遺向を集め改訂版の出版を計画したものの、元の論文の改訂版の出版が不可能であることが判明し、1865年に元の論文の補充文として遺向を印刷した。ありがとうございます。